皆さんこんこにちは、MMA 言語が挑戦中です、えー、今日はですね、今度行われるワンチャンピオンシップについてちょっと喋っていきたいんですが、えー、今度、ワンの大今度行われるワンの大会はですね、ちょっとん、まあ、挑戦的というか、かなり、うん、チャレンジングな大会で、全試合女子選手という、女子だけで興行をやるという、 まあ、なかなか思い切ったチャレンジをですね、えー、する大会になったわけなんですね。うんまあ、日本でも、うん、ディープジュエルスとか、えー、シュートカラーツとか、まあ、あの女子の興行女子の大会っていうのあるんですけどだいたいその後に男子の大会もあって、まあ、先に女子大会終わりましたじゃあここから男子大会ですみたいなだい、まあ、こうセットで行われる。 うことが多いわけですね、うん、というかまあそもそも来イシンなんか見ててもあるように、まあ、男子と女子が今まあごっちゃになって興行でやるわけですよね。例えば10試合ぐらいあったら23試合女子があるっていうような感じでわざわざ分けるう必要があるのかという話ではあるんですがまあちょっとこれは、うん、ワンチャンピオンシップの、うん、新しい試みということでなんか。ね。 え何だ国際女性感謝デーとかそんな,なんか世界的にもその女性の日みたいなあ日になるらしくてこの日が、うん、なのでまあ一応それにかけてというかねえと、ー、いうのでまあ女子だけで興をやるっていうことで、うん、まあ女子の格闘技っていうのは結構いろいろ。 まあ言わわれるわけですね、まあ、僕のチャンネルの中でもまあ見たくない好きじゃない面白くないっていうようなご意見を言う方も結構いてでまあ僕個人的にそういった人たちに対して思うことっていうのは、うん、まあしょうがないなとは思います。うん、あのやっぱ迫力不足っていう部分はまあどうしても否めないかなっていうのもあるし。 うんうんまあ、女子はレベルが低いっていう意見も結構あるんですけど、まあ、これはねちょっと何とも言えない、うん、あのレベルが低い試合も確かにあります、うん、プロとして見せ物として成立してないレベルの試合も、まあ、実際何個かはあるんですけれど全てがそうかっていうとそんなこともなくて、まあ、女子の試合でも面白い試合は全然あるし。 僕は去年の、えー、ベストバートランキング、今年の頭に発表しましたけれど、その中でもシェフチェンコ選手とグラスト選手の試合っていうのは、まあ、男女通じても本当に面白くて、えーまあ、そのランキングの3位かなとかに入れたんですけれど、多分格闘技あんまり知らない、分かんないっていう人に見せて面白いっていう試合だと思うんですよね。うん、で別にレベルも低くないし で女子選手の、うんまあ、USC とか見てても技術っていうのは年々上がっていてで女子だからこそできる技あ柔軟性が高いからこそできるとかそういう技もあるんで僕は結構女子選手の試合は勉強になるなって思うこともあるんですよね。うん、というか、まあ、男子も女子もあんま関係ないっていうか男子でもレベル低いなって思う試合はあるし男子だから面白い女子だからつまんないっていうのはっ 僕は別にそんななくて、まあ、男子でも女子でも軽量級でも重量級でも面白い試合を技術的におっと思うようなものだったり個人的に応援できるような選手思わず感情移入しちゃうような選手が出てきてくれたら、まあ、全然別に僕は特にどっちでもいいなっていう感覚なんですけど。 まあでもなんとなくうんなんか女子の試合好きじゃないっていう人の気持ちも分からなくはないっていうかまあなんかそういう印象がどうしてもあると思うしでまあそういう人にとってはあまり興味のない大会にはなるかもしれないんですけどまあうんあんまり気が進まないけど見てみたら意外と面白かったみたいなこともあったりもすると思うんでうーんまあ茶鳥 CEO は結構ねこういうこと意外とやるんですよね。まあいいろろ 言われますよ、ワンの,あの経営の仕方でうん、あでそれちょっとどうなんだっていうのは結構あるんですけれど、まあ、女子選手を結構抜擢して、えー、いいかどうというか、まあ、メイン級に組んでみたりとか、まあ、グラップリングの試合をどん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 組んでいくとかこうなかなか今までこうスポットライトが当たりにくかったところに結構こう投資をするというかね。うんまあ その辺はちょっとどうなんですか、ねうんうん、まあ別に僕チャトリーさんに会ったことも話聞いたこともないから分かんないですけどやっぱりご自身が格闘技をやってきたっていうのがあるんで、うん、そこが大きいのかもしれないですよね。うん、競技者としての気持ちっていうのは経営者だけじゃなくて競技者目線っていうのも。 あってまあちょっとこう素晴らしい技術素晴らしい能力があって魅力的な選手なんだけどどうもこうスポットライトが当たらないっていうところになんとかこうスポットライトを当てようとするっていうなんかそういうのがこう見れる時がちょっとあるそういう考え方があるのかなっていう気もするんですけれどまあそんなワンチャンピオンシップの女子大会に日本人選手が2名参戦ということで。 まああのシュートからね、澤田選手参戦、これも非常に楽しみなんですがああ、MMA 言語化挑戦中チャンネルで、あんまり MMA 以外の試合を取り上げるのはいかがなものかと思うんですが、僕にとって注目は、山田バー VS マイサ・バストスと、これはまあ、激圧なんですよ。サブミッション サブミッション・グラップリングマッチなんですがこのマイスター・サバストス選手っていうのはあのまあ今女子軽量級でまあナンバーワンといってもいい選手でもう出る大会出る大会ほぼ優勝してるっていう誰がこの人に勝てんだっていうようなあの選手ですよねまあ適正階級の中ではちょっと勝てる選手が見当たらないという絶対女王的な存在になってるんですけれど。 実はですねこのマイスター選手があの絶対女王になる前にもう一人絶対女王がいてその絶対女王を倒して、まあ、今の地位を固めたというか、まあ、女絶対女王に君臨してるんですけどその前の絶対女王というのを的なポジションにいた選手はムンジェある、まあ、ワールドって言ったりしますけど。 まあ、柔術世界選手権を4連覇していてですねもうちょっと誰も勝てないぞっていうような存在になっていたんですけれどこの選手は日本人の湯浅理香子という選手だったんですね、うん、もう本当にちょっと誰も勝てないぐらいになっていて日本人ではちょっともうずば抜けた成績でしたもうあの世界からもう注目される世界の湯浅だったんですよ。 でその湯浅利香子選手が5連覇をかけて臨んだ大会で5連覇を阻止されたんですねそれが今回、えーま、試合をするマイサー・バスト選手なんですよまあ言ってみれば日本人絶対女王が君臨していたんですがその日本人絶対女王もう絶対女王の座を奪われたわけですね でそこから、まあ、ちょっと日本人選手が、うん、こうその戦いに入っていけないというか、まあ、例えば決勝でねあとちょっとまで行ったんだけど敗れたとかそういうことがあったらなんですけどもうそういうレベルにもちょっといけてないっていうかねあ,のあまりこう日本人選手が今ムンジェールっていう世界大会で上位になかなか行けないと、まあ、これは男女通じてではあるんですけれどそんな中ですね もしかしたらこの選手ならいけるんじゃないかと思わせるような日本人選手がまあここ数年出てきているとそれが今回対戦する山田かなえ選手なわけですねえー、まあ,あもしかするとご存知の方もいるかもしれませんシュートで出場して、まあ、グラップリングマッチとかでも戦ってたんでもしかするとああああああのシュートに出てたあの人ねみたいな感じの 方もいるともとはレスリングをやっていてレスリングから柔術に転向した選手なんですけれどまあ国内ではちょっとほぼ敵なし状態になってる選手ですね。 でまあ、柔術はこの帯があのこう上がっていくんですけど、まあ、帯の年数みたいなものがあるんですよね青帯だと2年とか紫は1年半とかっていうのがあるんで、まあ、実力的にはもうとっくの昔に黒帯になっててもおかしくなかったんですけれど、まあ、どうしても年数の問題で、えーまあ、割とつい最近黒帯になったっていう選手なんでようやくまあ世界の。 まああの紫帯だったら紫帯同士でしか戦えないですから柔術っていうのはなのでどんなに実力が黒帯並みにあったとしても紫帯だったらこう黒帯の大会にはエントリーできないんで、ねまあ、そういった意味ではまあこれからこう山田選手がどこまでいけるのかっていうのは一つまあ柔術日本の国内の柔術界隈ではこう注目。 うされていたわけなんですけれどまあそうは言ってもですねこの世界大会っていうのはあのなんていうのかなポイントを稼がなきゃいけなくてまあ予選みたいなのでこうポイント稼がないと黒帯のムンジェルとワールドって言われるあのトップの大会に出れないんで,で日本人選手のなかなか活躍できないポイントがそこにもちょっとあってこう世界大会にこう。 海外である大会とかに出て、そこで上位に入らないとその世界選手権に出れないっていうのもあって、なかなかハードルが高いんですよ、ね、なのでこの山田佳奈選手がまあ今回は道義を着ない能技、えー、グラップリングのまあしかもサブミッションオンリーっていうまあちょっと特殊なルールですけど、とこの変わったルールとはいえマイサバストスという世界の超がつく絶対上を と戦えるっていうのは、まあ、そうそうない機会なわけです、うん。本来ならもうちょっといろんな階段を、えー、登っていかないと戦えないいろんな強豪相競合選手を倒して倒して倒してようやく戦えるかどうかっていう、まあ、それがまあ今回いきなりポンと一発組まれたっていうところでここで山田選手勝てばこれはもう本当にうんどうですかね。まあ、僕柔術とかググラップリングは 正直そこまで詳しくないんでは何とも言えないですけど多分歴史に残る勝利になるんじゃないんですかね、うん、まあ本当に圧倒的な強さを誇っている女王なんでマイッサ選手はなんかあの IBJJF っていうね世界で一番あのメジャーな柔術の団体があるんですけどその YouTube のチャンネルの再生数でも一番多いのはこのマイッサ・バスト選手の試合でまあ 再生数が多いからだからなんだっていうのはあるかもしれないですけどまあ人気知名度も間違いなく高いんですよもうこの柔術という柔術とかグラップリングとか寝技の世界においては。でその選手にまあ本当に勝てば世界的な知名度も高くなりますし、うんまあ、山田選手に限ったことではないんですけれどまあ日本のこう、うん、柔術とかグラップリングをやっている選手っていうのは。 なかなかねのどうしてもこう知名度とか、うんまあ、金銭的な部分も含めて難しいですよね MMA に比べるとどうしても、まあ金まあ、稼げねえって話です要は簡単に言うと。うん でもこういうワンチャンピオンシップみたいな大きい大会でそれなりにファイトマネーをくれて招待してくれてっていうのがどん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 今後も広まっていけば今国内で戦っている柔術家グラップリングの選手たちにとってはすごくこう何て言うんですか未来が明るくなると思いますしまあここでね山田選手が負けちゃったらまあ結局マイスサバストスのカマセイヌで呼ばれただけか。 で終わっちゃうかもしれないですけど、勝てばり日本の,あの中でも強,い強くなれるんだとそして世界の舞台にこう飛び出していけるんだっていう,う、まあ、ちょっと希望の光じゃないですけどそういうものを見せれるかなとも思いますしうんっていう試合ですねなので僕はすごく注目してますねこれ勝ったら本当ととんでもないうーんことになる。 まあ,あと僕はちょっと個人的に山田選手というか山田先生にはちょっと指導していただいたことも過去にあるのでまあそれもあるんでちょっと個人的に応援してるっていうのはまあ正直あるんですけど、うん、まあでもね面白いんですよね山田選手の試合は結構アグレッシブですしで、まあ、今回まあ脳なんで同技を着ないた戦いになるわけなんで。 山田選手はもともとレスリングがバックボーンですからもしかするとっていうところもあるんです、うんまあ、すごい注目してます、ねうんまあ、このグラップリングもね、あのーまあ、僕は過去に言いましたけどなかなかこう、うん、エンターテインメントとしてこう人気を。 得るのはすすごく難しい競技だと思うんですよ正直何やってんのかよく分かんないっていうところがあってまあ僕は今 MMA をやめて柔術だけやってますけど柔術やってる僕ですら正直何やってんのか分かんない時って結構あるんでまあ難しいんですけどでもやっぱりやってる人からすると面白いんですよねだからこれはまあ僕も前言ったんですけどあー柔術とかグラップリングは囲碁とか将棋とか。 マージャンみたいな感じでやってる人からすると見てるとすごい面白いっていうそういう立ち位置を固められたらいいんじゃないかなと思っていてまあなので見てて面白いっていう人を増やすよりは競技人口を増やした方がいいとは思うんですけどじゃあ競技人口をどうやって増やすかっていうと見てる人が思わずなんかこれやってみたいなって柔術とかグラップリングやってみたいなって思うような試合を見せてくれたらなと思いますし。 まあこうこういうね女子の試合があると女性のそういう競技人口も増えるかもしれないんで、まそういった意味でもねこの試合には期待したいなというところです。まあもうとにかく山田選手は頑張ってほしいですね。はい。えー、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ではでは。